はい、こんにちはポロです今回はですね、ポッドキャストの SEO 対策についてお話していきます。まあ、ポッドキャスト、なかなかねこう、再生回数伸びない人は、ぜひこの SEO 対策ね、やってみてほしいんですけど、まあ、SEO 対策ね、簡単に言うと、まあ、検索エンジン最適化っていうふうにね、サーチエンジンオプ,オプティマイゼーションっていうふうに言われるわけですけど、まあ、簡単に言うと、 まあ検索で上位に表示されるための施策みたいなものですね。まあ、一般的にはブログとか、まあ、そういったところ、あと YouTube なんかも SEO 対策、ね、することあると思うんですけど、まあ、当然、ポッドキャストも、ね、同じように SEO 対策をすることでアクセスが伸びやすくなるということですね。 もし自分の番組がすごくいい内容だったとしてもですね、そもそも検索にヒットしないとか、見つけてもらうことができなければですね、当然アクセスは伸びないですし、まあ、聞いてもらうことができないので、集客にも信頼構築にもならないというふうになります。なので、この SEO 対策をしっかりとしておく必要があるわけですけど、ポッドゲストの大きな特徴としてですね、Google とか YouTube に比べると圧倒的に検索精度が低いんですよね。 今もう Google はかなり進化しているので、検索キーワードキーワードだけではなくて、その文脈とかね、コンテンツ全体の中身とか、そういったところで何をね、上位表示するのかとかっていうのが決まったりするわけですけど、Podcast の検索エンジン、まあもちろんそのプラットフォーム、どの Podcast を聞いているかにもよるんですが、基本的にこう検索精度が低いので、キーワードが入っているかどうかってもうかなり重要になるわけですね。仮に内容はすごく良くって、えー、そのコンテンツの全体としてね、 一つのトピックについて詳しく話しているとしてもですね、キーワードが入ってないとそもそもヒットしないみたいなことがあるので、このキーワードを含めるというのは大,大前提です。で特に SEO 効果が強いのが番組タイトルですね。まあチャンネル名みたいなもんですけど、番組タイトル。そして番組の詳細ですね。その番組のこう解説欄みたいなプロフィールのところに出てくると思うんですけど、あそこにキーワードを入れるとか、あとはエピソードのタイトルですね。そしてエピソードの概要。この4箇所にはこう入っ キーワードをね、入れておくのがいいんですよね。だから、この、まあ、例えばこの番組だと、パワーポッドキャストの作り方みたいな感じでね、タイトルがついてますけど、その後ろに、スモールビジネスのためのね、ウェブマーケティング戦略みたいな感じのこと、コンテンツマーケティング戦略かっていうふうに入ってるわけですけど、これは、まあ、検索キーワードを意識してるわけですね。ポッドキャストっていうふうに検索した場合とか、あるいはビジネスとかね、あるいはマーケティングとかね、 っていうキーワードで検索した時にヒットしやすくなるようにするために、ちょっとそういうね、若干長い感じのタイトルにしてるわけですね。で、これが全然例えば、ね、アポロズラジオみたいな感じのタイトルだったら、ヒットしないわけですよ。仮にその中身がポッドキャストにね関する情報発信をしていたとしても、ね、ポッドキャストで検索した人が僕のね、この番組にたどり着くかっていうと、たどり着かないですよね。なぜならキーワードが入ってないから。 だから大前提としてチャンネル名とか、そのチャンネルのね、詳細、概要欄にキーワードが入っているかっていうのはすごく大事なので、そこにね、いかにこうキーワードを入れていくのか。あんまりこう不自然な感じに、こうキーワードスタッフィングって言われる、いわゆるその、かなり不自然なね、キーワードの詰め込みっていうのはあんまり良くないんですけど、そういった自分のチャンネルを聞く人たちがどんなキーワードで検索するのかっていうのをね、こう自分で調べて、そういったキーワードをま,あまぶしていくっていう感じですね。 メインチャンネルの方だと企業とか副業とかね、マーケティングとか、まあいろいろそんなキーワードがね、入ってるわけですけど、そうするとその企業とか副業とかで検索した人にもヒットしやすくなるわけですね。で、このキーワードを入れるときのポイントとして、できる限りこのフロントロードにするっていうのがよくて、その最初の方に持っていくるわけですね。僕のこのチャンネル名は実はあんまり良くなくて、パワーポッドキャストの作り方、 スモールビジネスのためのコンテンツマーケティング戦略みたいな感じですけど、仮にじゃあこのマーケティングっていうキーワードをで上位取りたいんだったら、このタイトルはあんまよろしくないね。マーケティングって言葉を最初に持ってきた方がいいわけです最初に持ってきた方が SEO 効果が強くなるんで、自分の狙っているキーワードはできる限り前の方にね入れていった方がいいわけですよ。だからもしマーケティングっていうテーマなんだったら、マーケティングなんちゃらみたいなね、マーケティングラジオとかでもいいですけど、そういうの方がこう上位に上がってきやすくなると。 いうところですね。で、まあ今後精度が上がってくると思うんで、どんどん。だからこうエンゲージメントがどれだけ濃いかとかっていうところで、ね、何か上位表示されるのかっては決まると思うんですけど、今の段階ではまだそこまでね、検索精度は高くないと言われているので、まあ、単純にそのキーワードが入っているかどうかみたいなところが重要になってきます。で、これは単純にこの SEO 対策っていうところだけじゃなくて、見てる人にとってもね、わかりやすいわけですよね。例えばマーケティングラジオみたいな感じでタイトルがついていたら、 マーケティングのことについて話してるチャンネルなんだなって分かるわけですよ。だからマーケティングっていうのを検索した人は、あ、これ自分が探してる番組だっていうふうに気づいてもらえるわけですね。だから見てる人のメインも止まりやすくなるわけですよ。例えばダイエットはダイエットってね、打ち込んだ人がそのダイエットラジオみたいな感じで例えばあったらね、あ、これ自分が探してるやつだって一目で分かるわけですね。だそういった効果もあるんで、そのキーワードをね、入れていくっていうのはすごく重要になります。 で逆にキーワードが入ってないと全然この検索にヒットして出てこないっていうふうになるんでそうするとせっかくね、えー、いい番組を作っていても誰も聞いてくれないとかっていうことになるんでこの SEO 対策っていうのはすごくね意識する必要がありますで現状ですけどこの、えー、ポッドキャストっていうのはまあ Google の検索結果にも、ね、表示されるようになってるんですね特にその Google ポッドキャストっていうのは、まあ、Google が管理してるんで その例えばウェブマーケティングとかでね、で、ポッドキャストとかで検索すると、自分のその番組、ポッドキャストが検索結果に出てきたりするんですね。通常であればそのブログ記事とか YouTube の動画とかがね、検索の上位の本出てると思うんですけど、ポッドキャストもそこにね、含まれるようになってくるわけです。で、Google が Google ポッドキャストを管理してますし、まあ、今年からですね、YouTube ュージックでそのポッドキャストをね、まあ、試験的にこう、 始まるということで、今後 YouTube ミュージックとかね、YouTube 本体でもポッドキャストが始まるようになるんで、そうするともう、あそこの検索結果にね、その自分のポッドキャストの番組が表示されるようになるということになるわけですね。となると、その Google の SEO 対策も意識する必要があるわけですよ。Podcast の SEO 対策だと、おそらくまあシングルキーワードだと思うんですね。企業とかね、マーケティングとかビジネスとかね、 一語で検索する人が多いと思うんですよ。企業を、例えば、企業初心者、なんか、みたいな、二語とか、あとなんだろうな、ウェブマーケティング、フェイスブックとかね。そんなこう、なんていうんですかね。複数のキーワードで YouTube、あの、ポッドキャストでね、検索する人って、あんまりいないと思うんですね。もうビジネスとかマーケティングとかダイエットとか、そんな感じのシングルキーワードで検索することがほとんどだと思うんですけど、Google になるとそれは違うわけですよ。Google だと、 二語とか三語とかね、いわゆるそのロングテールキーワードと言われる形で、複数のキーワードを組み合わせて検索する人が多いんで、そっちも意識しながら、こうね、えー、ポッドキャストの発信、そしてタイトルを決めていくと。だから今回のこのエピソードだと、ポッドキャストの SEO 対策みたいな感じで、ね、タイトルをつけてるわけですけど、これもやっぱりその Google 検索を意識したタイトルになってるわけですね。おそらくその、このポッドキャスト上で、 ね、えー、SEO 対策とかって検索する人はいるかもしれないけども、まあ、ブログの SEO 対策かもしれないしね。ただ、ポッドキャストスペース SEO 対策で、このポッドキャスト上で検索する人って、まあ、ほぼいないと思うんですよ。だけど、Google 上だといるんですよ、それは。ポッドキャストスペース SEO 対策とかね、ポッドキャスト再生回数伸びないとか、そういうような感じで、まあ、ロング程度でね、検索する人がいるんで、 ということはそれをまあ意識してこのタイトルを付けるとヒットしやすくなるわけですね。しかもこのポッドキャストっていうフレーズが入ってるとポッドキャストの番組が出やすくなるんで、そういったところも意識してタイトルを付けていくと、このポッドキャスト外の人たちにもリーチできるようになる。その人たちがもし自分の番組を聞いてくれるようになって、内容が良ければそこからね継続してまあリピートしてくれる視聴者になってくれるわけですね。 っていうことがあるので、この、ポッドキャスト上の SEO 対策だけではなく、ポッドキャスト外ですね、検索エンジンからも来る人たちも意識しながら発信内容とか、あるいは、その、タイトルとかね、っていうのを考えると。だから単純に悩み解決みたいなエピソードでもいいんですね。なんだろうな、こう、えー、食事、ダイエット痩せる方法みたいな感じ、よくあるじゃないですか、こう、悩み解決、こういう問題解決したいみたいな。 でああいうのでエピソードを作ると、そのエピソードが Google の検索上に、ね、表示されたりとかするんで、ブログと同じような感じでエピソードを作るで。Google ってかなり精度が高いんで、こういう音声の中で何喋ってんのかとかっていうのもね、もうほぼ正確に読み取れるような状態になってるんだよで。その中でちゃんと問題解決の答えみたいな話をしていたら、じゃあこれがその、ね、検索ユーザーの求めている答えを、ね、出してくれているコンテンツだからこれ上位にあげようみたいな感じで。 上に上がってきやすくなるんで、そういう悩み解決とか、普通にまあだからブログのキーワードリサーチと一緒ですよね。何に悩んでんだろうってキーワードリサーチして、それに対する答えのね、まあ音声を作ってアップすると。そうすると普通にその悩み解決で問題をね、解決した人が検索した時に自分のポッドキャスト番組が上位に表示されやすくなるということなので、まあこういったところの水曜対策、まあ、キーワードリサーチも含めですね、やっていくと再生回数が伸びやすくなります。